いやいや、君たちみたいに全然もう大丈夫。あ、どうもこんにちは。はい、最近自分の顔の顔認証ができない似顔絵慎介です。おはよう、今日もよろしくお願いします。似顔絵おしゃべり絵描き歌の時間ですね。ちょっと自分で今見失ってしまいましたけども。はい、今日は第8回になります。ありがとうございます。至る所にツッコミが必要になってきますけど。はい、今日はですね、あの第8回のゲストはワンちゃんの美容室藤枝市のセレナの水野さんです。よろしくお願いします。はい、水野さんとはね、あの、はい、似顔絵でね、本当にあの看板犬を何回か描かせていただいて、はい、お世話になっておりましてですね、あの本当にとても温かいあのお店で、行かせてもらうとね、ワンちゃんに癒されたり吠えられたりね、いろいろありますけれども、そんなそんないいご縁があったもんですから、今回、はい、あの本当にあの心よく引き受けてくださってありがとうございました。でですね、あの早速いきますけど、あの、どんな場所かということで、あの一応いろんなね、あの、まあ、トリミングなどするとこはあると思うんですけど、はい、あの水野さんのとこは個人でやってるお店で、はい、よろしかったですかね。はい、はい、でやっぱり個人で、1対1であのワンちゃんのお家でトリミングをされてるような場所なんです。はい、あ、じゃあなあれですね、あの結構大きいところが多いですけど、うん、あの結構住宅地にあったり、そうです。なかなかあの一瞬ねこう分からないと通り過ぎちゃうようなところに、はい、藤枝のまた後であのね、あの住所などはお知らせしますけど、そういうところであの本当にワンちゃん1対1で向き合ってるあのワンちゃんの美容室なんですね。で今回ですね、あのそれこそセレナさんね、あの人あの一押しポイントがたくさんあるということでね。これをあのそんなハードルを上げて言わすのもあれなんですけども、あのまずはあれですね、あのトリミングももちろんなんですけど、あのワンちゃんが一対一でやることの良さっていうのはどんなところがあるんですかね。良さは、はい、良さ、やっぱりあのワンちゃんでも緊張する犬とかいろんないますね。それを私はこう常にこう声かけをするようにしてるんですよ。で毎回毎回こう通ってるうちに、はい、あの最初はこうビクビクしてたのが、ワンちゃんも心を許してくれて、はい、あの来た時に尻尾フリフリして来てくれたりとか、でこう私も癒されるし、ワンちゃんもこうゆったりした時間を過ごすことが、やっぱりワンちゃんも慣れてきて、もう行きたい場所になってくるんですかね。そうすると、お客様にそれを言われると、とっても嬉しいです。そうですよね。やっぱなんとなくね、こうたくさんワンちゃんがいるところのイメージがあったもんでね、そういうのがないんです ね。そのワンちゃんだけ、そうワンちゃんだけで、逆にこうワンちゃん同士が苦手だよっていう子も中にはいて、うん、はい、でやっぱり個人でやってるから、こう選びましたってお客様もいてくれて、はい、で一応看板犬としてはいるんですけど、そういうお客様にはもう自分のワンちゃんは実家に預けて、はい、看板犬看板犬の見えますかね、これはセレナさんのお店の看板犬のももちゃんですね。はい、はい、ももちゃんはね、もちろんいますけど、はい、まあ、この方はね、このももちゃんはと、まあ、会うワンちゃんが結構ほとんどですかね。そうですね、でも基本この子ってリビリなんですよ。うんうん、なのでこう住みいいことの方でいたりとかするんですけど、うんうん、こう遊ぶ子はこうワンプロしたりとか、あ、はい、ワンプロ、そう いてもこう、うん、気にならない程度っていうか、お互いにこう距離を保ってる
方が多いですかね、ママの場合は。いいですね。そうしたらお互いがじゃあ、自分の場所をちゃんと確保できて入れることの方が多いですかね。はい、あとはあれですよね、特にこうやっぱ年取ってくるワンちゃんは対応もなかなかね、はい、シニア、そうなんですよ、シニアのワンちゃんは、はい、一番こう先にご連絡いた時に年齢を聞くんですけど、ええ、そうすると昔は10歳で高齢犬って言われてたんですけど、今は7歳って言われていて、はい、で高齢犬になってくるとやっぱどこのところでも断られちゃうっていうのを聞くので、ええ、ちょっと様子を見ながらやらせていただきますって言って、ええ、近くにいてくださいって言って、何かありましたらすぐご連絡いたしますっていうやり方をしていて、はいはい、あとはシニアちゃんになってくると床でトリミングをするように最近はしてます。今ねこれ台がありますけど見えますかね、ちょっとね台がお店の感じなんですけど、こう床でもいいよっていうことですね、はい、床で、はい、はい、やらせていただいてます。本当にこじまりという言い方もあれですけど、いい意味でね、こじまりしたお店です、ワンちゃんも本当に安心して住める場所かな、住めるじゃないね間違えた、ごめんなさいね、いろいろ言葉間違えますけどもね。あ、これでトリミングの様子もちょっと写真、はい、これはモムちゃんですかね。そうなんですよ、これは、うん、そう、ね、初めて主人と息子に来てもらって撮ってもらったんですけど、もう撮るのに大変でした。甘えちゃってもう遊びたくてそっちに行きたいよって言ってもうちょっとだからもうこれでよしとするって言って、はい、きっちり やらなくて、もう、家族だもんね、はい、そうですね、でもありがとうございます、この写真分かりやすいですよ本当に。こういう感じでね、どんなワンちゃんでも対応していただけるよっていうところですね、はい、じゃあそれこそこういう先ほどね、はい、その家族だとねやっぱり甘えとかいろいろあるっていうことですけど、はい、他にあれですよね、ここにはもう一つワンちゃんのコミュニケーションできる方が、そうなんですよ、これって来ていただけるっていうね、ちょっと皆さんここからそれ、アニマルコミュニケーターさん西田さんなんですけど、ご縁があって、インスタでつながって、でそれこそ、栃木の方なので、栃木の方から、そう、はい、電話とかズームでやらせていただいてます、SNS でつながって、はい、それから本当にあれなんですね、ご相談をされてて、はい、そうなんですよ、ズームでワンちゃん見て、そう、初めに、はい、ワンちゃんのお写真と質問を送って、はい、それでこう見てくれるんですけど、やっぱ中にはこう人間と一緒でこう、しゃべらないっていうか、初めはしゃべらないけど、うん、当日になったら喋ってくれたよっていうお客様も、のワンちゃんもいて、おうおう、はい、そう、皆さんびっくりしてるかもしれないですけどね、今話してるのはワンちゃんと話ができるコミュニケーターさんがいるっていう話なんですよ僕も初めて聞いた時ねびっくりしましたけど、本当にあれなんですね、そのワンちゃんがその方とは話ができる、はい、そうなんですよ、で家族しか知らないことをこう言い当てるっていうのは変なんですけど、はい、知ってたりっていうか、そう言って、なんでわかるのみたいな、そう、うちの場合なんですけど、長男が、はい、ももちゃんのこと大好きで、はい、ももも長男のことが大好き で、ね、うん、でその抱き方が、はいはいはい、片手にこう抱っこして、もう片手で、はい、なでなでしてるっていうのを、はい、このワンちゃん、そう言われた時に、はいはい、長男にそれをそのまま言ったら、うん、なんでわかるのそれは話でした。じゃあももちゃんってワンちゃんが、はい、そのコミュニケーターにそう抱っこされてるよ、はい、別に嫌な風じゃなくて、もう大好きなんですよ、長男のことが、はい、私嬉しいんだ、もう息子さんと抱っこされてっていうことをコミュニケーターさんに言ったってことですね。それはじゃあ誰も知らない、うん、まあ、その長男さんも無意識にやってることなもんでね、はい、
あ、そう。私もそうやってじーっと見てるわけじゃないから、どういうふうに抱っこしてる、どうやってこう触ってるって言ったら、うんうん、そのままだったので、あ、驚きで。すごいね。じゃあ本当にあるんですね、ワンちゃんの本音がストレートに分かるよっていう方とつながっていられて、はいはい、それをじゃあトリミングに来るお客さんも体験できたりするってこと、はい、ああ、じゃあ水野さんを通じて、はい、あのそういう体験が、はい、あ、セレナさんに来るとあの自分ちのワンちゃんの本当の気持ちが分かる機会があるってことですね、はいはい、あ、じゃあ先ほど言われたように、まあ、ワンちゃんの写真などをよ、はい、で見て、そう、送って、うんうん、はい、ああ、じゃあ本当にやっぱりあのワンちゃん飼ってるとね、あの困ることもね多々あるとは思いますのでね、はい、やっぱそういった方は それによってこう、うんうん、解決策というか、そうですね、うんうん、はい、本当面白かったんですけど、結構ワンちゃんって、うん、あ、最初ね水野さんから聞いた時にびっくりして、うん、ワンちゃんって人を見るんですよね、あの、ね、優越はつけてるっていうのはね、うん、あのお父さんが人気者みたいなイメージとかね、うん、あの一般的にありますけど、うんうんうん、中にはこう愛想でこうね付き合ってくれてるとそうなんですよあ、それ聞いた時に、ね、びっくりしましたよね、はい、あ、じゃあ本当に、あ、まあ、賢いというか、そうですね、ちゃんとバランスを保ってワンちゃんも、はい、じゃあ飼い主さんもね本当に自分を愛されているのかとかそういうこともその方に聞いたら分かっちゃうかもしれないね、いや素晴らしいです、本当にそういうことってなかなか普通のとこじゃね、いや、できないですよね、ワンちゃんの本当の本音に寄り添ってこうね、ケアができるところは、うん、それが本当に まず第一 あのポイントですよね、はいはい、じゃあ第二のポイントとしては、はい、あと聞いたのはなんか水素浴を、はい、やってます、装置だけちょっと写真を、はい、水素浴の写真でございますがこれはどういったものなんでしょうか、一番お客様の声が多かったのが、はい、ワンちゃんってこう独特な匂いがあるじゃないですか、 はい、あれがしなくなったよっていうのと、はい、あと、そう、匂いがしなくなったっていうのと、はい、あと、普通のシャンプーとトリートメントよりかも、うん、サラサラふわふわになるんですよ、本当です。それがもうお子様はこうずっと撫でてたいっていう、はあ、本当に変わるんですね、はい、変わりますね、で、言われたのが、はい、写真でもすごくわかるよっていうのは言われましたね、あ、うんうん、ふわっふわになってるのが、ふわふわ、あれですね、この装置だけじゃあれなんですね、この、そうですね、こういうこのね、中にワンちゃん入れるんですけど、はい、これは浴槽の中にこうねそれこそ、うん、映えが悪いんですけど、はい、その最近ね、そういう可愛らしいバケツを買いました、あ、ワンちゃんが、ま、大型犬は無理かもしれませんけど、大体のワンちゃんが入れるね、はい、大きい浴槽が用意されていて、そこにこのようなシャワー蛇口のようなあのシュワシュワするのが出て、これに人間が使うそう水美容のためのものですもんね、はいはい、そう、ワンちゃんにもいいよっていうことで、はい、ただもう皆さんやってくださって、ああ、そう、もしあれですかね、聞くと何回もやんなきゃいけないとかじゃなくて、あ、じゃないんですよ、あの体験でそれこそ入れたいって方がいれば、はい、体験でワンちゃんもそうですし、飼い主様も足湯ができるので、はい、言ってくだされば、はい、やります、中にはもうすぐにあれですか、効果が分かるようなワンちゃんも、はい、それこそ友達のワンちゃんなんですけど、はい、その方ってちょっと事情があって離れて生活してるんですよね、うんうん、で旦那さんが東京の方 で、はい、でそのワンちゃんをお預かりした時にトリミングして、はい、ちょっとやってみるなんて言って、サービスでやるよって言ってやったら、もう1回だけだったんですけど、はい、もう毛質が全然違うって言われて、その東京のペットサロンに行った時に、はいはい、なんかやったって聞かれたっけって言って、うん、すごいじゃないですか、1回でも、ええ、ね、すごい違うんだねって言って、あ、そうなんだ、
すごいですね。すごい効果なんだ。本当にそれ毛並みが変わったまで言われちゃうってすごいですね、はい、びっくりしました。侮れないこの水素浴が希望があればそれも利用できるっていうことですね、はいはい、これもじゃあこれが第2のあ違うなあいいんだ、はい、ポイントがいっぱいあって今第何のポイントか、で 次はあれですね、はい、ここら辺に行きますかね、はいはい、これは同じももちゃんなんですけど、はい、違いが分かりますかね、あのつけてるものが違うんですよこれですかね、はい、これ腸かって言ってちょっと手作りでやってるものです。はい、これはあれですか、あの僕もよく分からないですけど、いろんなとこに、あどこ行ってもペットショップにあるわけじゃなくて置いてあるとこもあるし、あそうですそうです、うんうん、はい、でましてやこう手作りっていうのはお店の人が自分のものを置いてあるっていうのはなかなかあれですか、そうあんまり ないと思いますけどね。あ本当ですか。だいたい委託とかね、そうあの、まあ、大量生産されたものとかが、うん、あのあると思うんですけども、うんうんうん、ねこういった、はい、あこれはまた違いますね、あのそうなんですよ、なんかお洋服、そうそうそう、襟付きのネクタイ風で可愛い作りました、ありがとうございます。これ襟にネクタイじゃないですか。はい、あそうかそうか、首輪ではなくてね、はい、可愛いですよこれは。ありがとうございます。いやいや、これでも作るの大変じゃないですか。そうですね、でも結構手作りが好きなので、暇さえあればミシンで作ってます。はい、はい、そうなんだ。あじゃあさっき先ほどのこれもそうですけど、はいはい、これはね本当に簡単なんですよ、うん、この、そう、あでもあれですね、はね込むだけなので、うんうん、そうこれは簡単なんですけどね、でも雰囲気違いますよね、うんうん、生地をね、うん、そう変えるだけでも全然違うので、はい、あでも結構あれですよね、そういう手作りっていうと、はい、あのね、うん、そうね、やるじゃん、お値段はいくらぐらい、だいたい200円から500円でそれも税込みで税込みで、はい、あ本当にそうなんですけど、はい、毎回こう次回の予約してくださる方はそれはサービスでつけるようにしてます。自分の作ったものだけなんですけど、あはい、あお店には、はい、あのあ他にも、あ他にも、あはい、作家さんのものでしたか、あ、はい、あのものもあるし、はい、水さんが作ったものもあって、はい、あじゃあそこ あれです、ね、希望された方は、うん、水さんのは特権で、はい、プレゼントで作る、はい、あいやすごいですね、200円から500円って結構デマチンをぶっ飛んでますけど実はですね今日あの、はい、あれですね、持ってきていただいて、はい、いいですか、これがあ本当にこのものですかね、そうそう、これがこれこそ映ってるので、はい、最近作ったのがこんな感じの、うんうん、あ、はい、あいいですね、ちょっとレースもつけてレースがねあ、はい、そうなんですよ、今ねすごい着飾ってキラキラなワンちゃんが多いのでね、はい、ぜひねこれはお店でねこれを買いに来てね、まずお店見に来てくれるのもいいですね、来てください、ね、はい、で実は私も今日ちょっとねあそれ今日あれ全部見せていただきましたね、あ、はい、はいはい、これもあそうですね、この系が他にもあのあですね、あですね、あ革の紐に、はい、あこれも可愛いやつ で実はじゃじゃん、私も今日あのこれ作ってきていただきました、あいやあのちょっと今日はあのちょっと今日は、これがいいかなと思いましてですね、あの、これちょっと私つける、あいいじゃないですか、あはまります、あいきますね、あよかった、あじゃあこれであ逆ですね、いいでしょ、あ逆ですね、あこうですね、はい、これでもちろんあの自分もつけますし、あの自分のうち実家の犬にあのつけてやる、あありがとうございます、オスですけどいいですね、あ全然いいですよ、いやこれいいですよ、これアクセントがありまして、
はい、ありがとうございます。これを今日のために特別に作っていただきまして。そうですね。本当にじゃあ、お店のコンセプトとして大事にしていることっていうのは、そのお客さんの要望にね、お応えするのももちろんですけど、やっぱりこうあれですかね、触れ合ってそのワンちゃんの、ワンちゃんに合わせて、ワンちゃんの目線でこう、対応してあげることが、はい、でそう無理にやることはしないので、なんか徐々に鳴らしていきますよっていうのはお客さんに伝えてます、はい、やっぱそれがやっぱ個人でやってる良さも、本当にまあ一回た、まあ、例えばダメでもまた来て、はい、徐々にね、うん、雰囲気はね変わらないで常にねいるもんでね、まあ、一緒にいるワンちゃんも変わらないわけだし、ああそういうところがありますね。それこそじゃあ時間もあっという間にもう20分なのか、はい、あじゃあすみませんね、ちょっと途中で似顔絵ぶっ込むというそれが私のコーナーなので書かせてますけども、はい、そうですね、いつもぶっこんでこの間なんてもう書く時間もなかったからもうそのまま渡してしまったみたいなこと。ダメだそんなこと。はい、今日はちゃんと書きました、はい、で今回はですね先ほどねお話に出てきた長男さんとももちゃんという看板犬さんの、はい、依頼だったもんですから一応こんな感じでかわいいどうですか、ちょっと写真っぽくまた書かせていただきまして頭でっかちにですイケメンでイケメンですよ、キラキラしてるキラキラしてますもう本当にいろんな角度でいやかわいい、ありがとうございます、こんな感じで書かせていただきましてですねまたお渡しさせていただきますので、はい、じゃあそれを最後になりますけどもバスですね、はい、自分の鑑定がどこにあるか、自分の似顔に酔ってしまって鑑定がどこにあるか、はい、忘れてるよ、忘れてます、ありがとうございます、はい、鑑定とあったすいませんでした、はい、こちらですね、今ねお話を伺ってですね、ぜひねまずね来てね、はい、どんなお店か見ていただいて、見学して体験していただくのもね、はい、できますのでっていうことで、お問い合わせはこの、はい、個人の、まあ、携帯の連絡先だったり、はい、LINE もねあるので、ぜひ問い合わせた後にね、はい、いろんな風にSNS も見ていただいたりとかっていうこともできますよね、はい、はい、可愛いワンちゃんの写真がいっぱいありましたのでね、ぜひご覧になっていただきたいと思いますが、じゃあ今今後の、まあ、予定も定休日が月曜日という、そう一応は月曜日に掲げてるんですけど、もう関係なく月曜日でもお客さんの要望があればやります、さすがですねそうか、はい、もう本当じゃあもう言えば、まあ、年中無休でお客さんの、不定休っていう形で、はい、いいですね、そうしたらねお客さんも安心して本当に任せられるところになると思うのでね、住所は本当田沼の、はい、一瞬ねちょっとね、そうなんですよ、お家住宅街の中にね、そうなんですよ、あるところなので分かりづらいかもしれないです、はい、でもね問い合わせていただきながらね、はい、来ていただければ本当に温かい雰囲気のお店でこういう調和もありますので、はい、ぜひね一度言わせても見に来ていただけたらね、はい、いいなと思いますし、でもそれでもしバーって忙しくなったらないでしょう、もっともっと忙しくなって対応できないってこともあれじゃかもしれないけどどんなワンちゃんでもあれですね、かね、そうですね、一応シンクがその、はいはい、小さいので、はい、一応中型犬までなんですけど、うんうん、もうどうしてもっていう方が大型犬が1匹いて、うん、その方はそうちょっと特別っていうか、
知り合いの知り合いだったのでっていうなんですけど、はい、ちょっとお電話いただければ対応、うん、ご相談は、はい、うんうん、できるということですね。わ、はいはい、かりました。それこそね、先ほど最初に出てきたアニマルコミュニケーターさんとのつながりもあるんでね、はい、あの本当にぜひぜひまたあのまだ続きそうなね、いろんなエピソードがありそうな話なの で、ね、ぜひまた遊びに来て教えてもらえたらと思いますので、はい、よろしいですかね、こんな感じで、はい、はい、じゃあ今日はあの藤枝市の、ワンちゃんの美容室セレナさんが来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ケンフィさんの取材力、あなたの夢を聞かせてくださいです。今日は脚本家さんが来ているようです。よろしくお願いします。はい。はい、はい、あ、いいですか、はい、すみません。すごい、さっきのラインのやつ、ラインですよ、はい、はい、ごめんね、はい、撮ります、はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございました。